去年のですね3月までは実は中部大学の特任教授をやっておりまして、まあ一応この職員としての教授だったもんですから、学者としてはちょっと運動をいろいろするのは問題かなと思いまして、もっぱら評論とか論理構成といったものに主力を置いてきたんですが、昨年の2021年の4月にですね、完全にフリーの身になりまして、私もですね少し運動とかそういうものに、やってみようかっていう気持ちもありましてですね、今回、三省堂の参議院のこれは候補ですから、単に候補になっただけなことなんですが、まあ、そういうのを意識して、やってみますとね、やはり具体的なことがだんだん思い浮かべに来ました。今までは随分少し距離があって遠くから見てたわけですね。例えばここでいう平和運動なんですが、まあ、平和運動に本当にこう長い間苦労されている人っていうのはすごく多いんですよ。まあ、日本は何てもこの前の戦争で多大の310万人という犠牲者を出しましたしね、広島長崎には原子爆弾が落ちたということになったもんですから、なんとか平和を目指そうということで、私はまあ戦中生まれですから、まあ、戦後の平和運動も非常に共感しておりました。まあ、本当に平和運動をしている方ってのは一生懸命なんです。そしてまあ寒いところにデモをしたりですね、まあ、いろいろ陳情したり、まあ、特に沖縄とかですね、北海道の、4島の県間にやってる方とかってもう大変だったんですね、見ててですね。まあ、しかしその人たち一人一人に非常に強い思いと願いがあってですね、まあ、私が横から何か言ってもちょっと評論家みたいなことになってですねダメだった。で成果が少なかったですね。まあ、あの北朝鮮の拉致問題も平和運動の一つだと思うんですが、平和の一つだと思うんですけども、まあ、そういった問題も皆さんご存知の通り、まあ、随分やってもなかなか成果が少ないんですね。沖縄の平和運動もそうなんですよ。まあ、随分苦労されてますけど、やはりなかなか平和への動きっていうのがなかなか取れないんですね。まあ、基地反対運動なんかもそうだったわけです。それでそれが常に保守とかなんか革新とかって色分けされたりですね、自由民主党対なんか日本社会党とかそういうふうにこう政党で分けられたり、あるいはそこに過激な学生運動が入ったりしましたね。なかなか純粋な気持ちで平和を願う人の思い、日本国民の思いっていうのがですねストレートに前に出ない、特に国際舞台に出ないということがあってですね、それで私は何かご苦労の割には成果が少なかったように思うんですね。でそれにはまあ非常に大きな原因があると私は考えているんですね。まあ、それは今まで傍観者だった私がですね、こんなこと言うのは本当におこがましいんですけども、言わせていただければですね、やっぱり、もう人間が誕生して、まあ、今からだいたいそうですね、4000年ぐらい前からですね、戦争の残虐性に対して平和を願う心って非常に強くて、随分いろんな試みが行われるんですけども、全部失敗したんですよ。まあ、全部失敗したから第二次世界大戦のような世界で6000万人もの方が亡くなるような戦争が起こったんですけども、それはひとえにですね戦争に対して平和を願ってもダメだっていうことなんですね。段階があるってことなんですね。で一部段階は成功したんですね。それが、すごく昔に、もうローマ時代から現実になっていた、戦争をゲーム化するっていうことですね。戦争をですね一般人をこう巻き込んだ戦争をすると悲惨な目に遭う。例えば兵士が来て一家丸あの全部殺すとかいうことになってしまうので、戦争をゲーム化したんですね。ゲーム化というのはこのブログに丁寧に書いておりますので、そこを参考にしてほしいんですけれども、兵隊に派手なですね、地味じゃなくて今は地味な服着てるんですけども、迷彩服なんですが着てるんですが、あんなの着ちゃいけないんですね。戦争はゲーム化されましたんで、できるだけ派手な服装を着ると。まあ、これはヨーロッパなんかの戦争の服って非常に派手なんで、何かの機会にナポレオンの時代の服装なんか見ると分かるんですが、日本でもですね兜をかぶって、まあ、例えば源平合戦なんかそうですね、
非常に派手に赤く塗ったりするんですよ、大体派手に。それから、まあ、江戸時代、あの戦国時代では旗を立ててですね、そしてやるんですね。それから鳴り物も鳴らすということなんですね。それはどうしてかったら、そういう人たち、つまり一般人をできるだけ巻き込まないように人のいない平野でやるという、そういうのが、まあ、戦争だったんですね。そこまでせっかく来てたのに、まあ、19世紀まではそこまで来てたんですよ。ところが19世紀から20世紀になるにかけてですね、貴族文化っていうのがなくなってきましてね、それで、まあ、国民総出で戦争するっていうのになっちゃったんですよ。国民総出で戦争するってことになると、戦場が原っぱだとかそういうことなくなってしまって、まあ一般人が被害を受ける、その最初の大規模な、しかも計画的なやつが1938年のスペインのゲルニカの、ドイツによる、無差別戦略爆撃だったわけですね。それを機会にもあっという間にその一般人を殺してもいいんだと、一般人を殺してもいいってことは、その丸腰の無抵抗の人をとにかく撃ち殺すっていうことですからね。まあ、これはベトナム戦争ぐらいになるともっとひどくなりまして、命を乞うてる民間人を撃つと、兵士が撃つというようなことも行われるようになりました。だからゲリラ戦法というのはある意味で民間人を巻き込む方法でもあったわけですね。で、現在でもそういうことで、まあ、中国の核ミサイルは日本の都市を向いておりまして、都市、基地を向いてるんじゃないですね。中国のミサイルが自衛隊の基地とか米軍の基地を狙ってるならいいんですけど、そうじゃなくて一般人を狙ってるんですから、完全な人質作戦なんですね。まあ、こういったことで、まあ、戦争が悲惨であるということはどういうことかって言いますと、まず第一にですね、第一段階としてあのゲーム化された戦争に戻るってことなんですよ。これはね、あの多くの人が、世界の多くの人が賛成できるんですね。ですから丸腰の人を撃たないって言ってもいいんです。どういうキャッチフレーズを作るかは、これから新しい平和運動を展開する人、これはですね、仲間と連携してやるってことが大切で、それも古い何か革衣ですね、古い革衣に新しい酒は告げないというようにですね、やはり時代が変わるとともに平和運動自体もですね、新しい衣を着てですね、現実的な平和運動、第1弾、丸腰の人は撃たない。丸腰の人を撃たないということでやればですね、まず核兵器は全部ダメになるんですよ。核兵器で限定的に、基地だけを狙うという核兵器もありますから、まあ、そういうものに限定される。ミサイルも非常に命中精度の高いミサイルじゃないとそういうのに使えない。まあ、化学兵器、生物兵器がすでに禁止されておりますから、化学兵器、生物兵器が禁止されているということは、とりも直さず、丸腰の人を撃たないということです。これは国際的な賛成が得られるんですね。だからまず平和運動の第一段階、丸腰の人を撃たないと。これでですね、まあ、原水爆反対は大丈夫なんです。沖縄をこれでいけるかっていう問題がもう一つありますね。そういう問題をみんなで議論しないとこれダメなんですよ。だから何かどっかの政党がいてですね、それがこう上からの指令で、平和運動をやるからどっかにデモして集まれではですね、今の世界はもうみんな納得しません。やっぱり納得性がいりますから、仲間と連携 しなきゃいけません。まあ、そういう点では私はですね、参政党の方々と、まあ、ここ 1,2 年お付き合いしたり話し合ったりしてるんですけど、非常にいいですね。もちろん非常に、こう今まで、まあ、左的な人もおられますし、それから自衛隊におられたような方もおられるし、いろんな人がいて、しかしみんな日本を平和にしたいという熱い心を持っておりますからね。まあ、そこでまずは仲間と連帯して、新しい平和運動の拠点を作る必要がある。それには、まあ、今までご苦労されてきた平和運動の方、ぜひ参加してもらいたいと思うんですね。僕は、私はやっぱりいろんな思いがあるし、失敗例もあるし、成功例もあると思うんで、それをやっぱり力にする。何党であるとか、そういう細かいことよりかですね、日本を平和な国にする、もしくは世界を平和な国にするという大きな課題に対して、心を合わせて、細かいことはもういいと。そういうような気持ちにならないとですね、やっぱり平和という大きな課題をですね、克服することできないと思うんで、ぜひですね、
賛同できる方は参政党にご連絡いただきたって、私は参政党の代表でも何でもないんで、参政党に連絡したらそんなことはやってませんよって言われるかもしれませんが、まあ、それは参政党もできたばかりで新人がいっぱいいますんでね、まあ、そう言われると思いますけどね、まあ、何しろ私もそういう活動をいたしますので、しばらく経ったら、私のところででもですね、もし、こういうことがうまくいかなければ私のところでもやりたいと思いますので、まずとりあえず今日は呼びかけをしたいと、まあ、そういうふうに思います。